はい、こんにちは、スタッグパーティープチそうです。はい、皆さん、スタッグプチパーティーご覧の皆さん、僕に任せてる間違いない。 FM 29.2 コーキー、ヒロキ、マサネ、スタッグプチパーティースタッグプチパーティーをご覧の皆さん、こんばんは。ザ・スタッグパーティーショー東京のコーキです。ヒロキです。マサマネです。あの、大阪メンバーがどうしてもこのスタッグプチパーティーを借りたいということで、ジャックってことですね。ジャックしたいちょっと、ね、はい、どんな内容になるのかちょっとお手並み拝見ということで、ぜひとも誰出てくるんだろう、見ていただこうと。はい、早速大阪メンバーの方にお渡ししてみましょう。楽しみ。スタッグプチパーティーご覧の皆さん、スタッグパーティーショー大阪のリョウです。 YouTube でお届けしたタグについて、監督の北村さんとタグの出演者の方々にインタビューをお送りしていこうと思ってます。それではゆうきさん、自己紹介からお願いします。あ、スタッグパーティーショー大阪のゆうきです。よろしくお願いします。イエーイ。スタッグパーティーショー大阪のゆうとです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、スタッグパーティーショー大阪の大輔です。よろしくお願いします。イエーイ。秘話としてはですね、いろいろあるんですけど、まずその星を見るお話っていうこともあって、ロケハンで、夜景の綺麗な場所で数点行ったんですけど、まあ、真っ暗すぎて撮影できないっていう決めにあって、結局あの近くの公園で撮影をするっていうのがまず一つと、冬の作品なんですけど、冬に撮ったのは東京の大輔くんだけで、僕は夏に撮ってますので、ダウンジャケットを着たまま、近所の駅前を走り回るっていう私の中で心残ってるのが、あれ2回撮影していまして、1個目が6月ぐらいに撮影してたんですけど、虫が顔の周りを飛び交ってて冬のお話なんで、ちょっとそれがまずいよということで撮り直しました。で、その撮り直したのが12月24日の夜ということで、ちょっと公園で寂しかったですって思い出があります。で、あとは電話の演技がちょっとやっぱ音声を聞かずに多分やってたんじゃないですかね。だからその脳内でその長い稽古をして、間合いとかを覚えてそれを活かしていくって感じ。なるほど。でもやらせてもらってたので、まあ、それもそれで難しかったなというふうに感じました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。4月9日に公開されました君の名前に出演いたしました。実はですね、この作品になる前に、あの別のタイトルの作品で撮影をしかかってたんですけど、あの撮影続行困難なちょっとアクシデントがちょっとあったので、あの一回ちょっとなしになっちゃって、最後撮るよってあの言ってもらったんで、あのリベンジ作品として撮影されました。はい、ありがとうございます。で、稽古としては実は、まあ、その前の時はもう何ヶ月にもわたってウェブでつないで1時間2時間練習して、で録画したのを見てみたいなのをやってたんですけど、実は前日の本読みというか読み合わせだけをやるというちょっと強行スケジュールだ。あり方で何が面白かった。いや、もうなんかインタビューとして完結して素晴らしいな。なんか続くのは野暮だなと思うんですけど、でもあの1回お世話になったけれど、どうしてこう リベンジができたと思います？え？そうね、そう、いろいろリリースされる中で、まあ、僕一度も出たことなくて、ちょっと物寂しそうにしてるところをキャッチしてもらったのかなっていうところはちょっとあるかなというところですね。で、あとやっぱり練習して不完全燃焼だったんで、最後はもう作品として出してもらうということで紹介してもらったんじゃないかなというふうに思っています。あのね、最近ニュースでね、いろいろあの戦争の話が飛び交ってるじゃないですか。はい、なんかあれを見て、なんかこうこういう設定がいいなと思って作り直した作品になってるんですよ。だってサムネイルもあの、ね、ウクライナカラーにこっそりしてるバージョンと緑チームの緑のマークがあるんですけど、あとあれ、あ、ご紹介が遅れました。新人の正弘さんです。スタッグパーティーショー大阪に参加させていただくことになりました、正弘と言います。よろしくお願いします。まだ参加作品はないんですよね。はい、まだこれからだね。これから正弘さんがね、あの緑チームの作品を見てくれて、はい、あの出てくるキャラクター何ですか？あの大輔さんが落とされるマスコットキーホルダー、はいはいはい、あれがですね、ししゃも猫っていう名前がついてる
ャッツ。ご存知でした？うなぎキャッツだと思ってた。その徳島のゆるキャラなんですけど、うん、活動方針みたいなやつがなんか世界平和を願っています。ほらすごい。世界平和を歌っているストーリーだから北村あえて使ったのかって感じで質問してくれたら、いや単に可愛かったから来てすごいショートを受けさせたという。でも世界平和を祈ってあのキャラクターを作らさせていただいてるんですよ。自分で見ながらちょっとグッとくるというか、なんかもどかしい感じが出てるかなっていう気はしましてね。はい、そうですね、やっぱりね、終わり方的に結構、うん、まあ、ちょっと前向きになれるだったり、ちょっと悲しい終わり方にもいろいろあると思うんですけど、やっぱ音楽の入ってき方、うん、ああいう歌のタイミングで入ってくることによって、なんかよりドラマチックに物語が締まっていくなっていうふうに感じてて、まあ、音楽って大事だなっていうふうに思いましたね。はよと帰って来やんけよ。ベランダの花が咲いてた季節外れの贈り物、いくつも越した部屋、その度に捨てたもの、今は落ち着いて暮らしてます。まあ、まずはあの NPC の独り言っていう曲が先にできましたと。で、まあ、タグっていうこともあって、いろいろ繋がっていくみたいなところもあるんで、エンディングテーマはそれを聞いた上でアンサーソングとして選んでいう曲を作ったっていうことを聞いてますね。一番最後7番がほぼほぼフル尺というか長尺で、ね、流していただいてたかなというところで、まあ、今まで他の皆さんが聞けなかったフレーズとかそういった部分を聞いていただけるかなというふうに思っています。であと、まあ、最後、まあ、やっぱ手紙の部分で手紙が流れるときに最後こうメッセージ、キラキラしたメッセージがこう作品の締めで出てくると思うんですけど、もうなんかもう途中もうずっとサブリミナル的にもうそこでなんか感情がわーってなるみたいな感じになってるんで、もう余計にそのフル尺の曲を聴きながらもうちょっと震え上がってましたね。そう、ではここで、東京のジュンさんから、英語字幕の苦労話についてメッセージもらってるんで、全然喋ってない。かげちゃんの。はい、かげです。先ほどね、翻訳のジュンさんからメッセージをいただきましたので、読み上げさせていただこうと思います。一番難しかったのは、いかに日本語セリフの持つ空気感を保ちながら、英語として自然に見せることができるかということで。特に北村さんの描くセリフは、日本語としても独特の言い回しであったりで、かなり難しい。わかる。で、自分の主観にね、寄りすぎずに、見る方が解釈する余地を残して訳すということにもとても気をつかめたということです。というわけで、こんな形で、スタッフプチパーティーの、大阪版みたいな感じですけれど、いろいろタグの裏話とか、感想とかを聞かせてもらいました。ここで、スタックパーティーショー東京の方で6月に公演があるというふうに聞いているんですけど、詳細知りたいですよね。もちろん。それでは詳細を教えていただいてもよろしいでしょうか。正宗くん。はーい、個人で指名されてますけどね。そうね、ネタメだな。リオさんの司会はあれで大丈夫だったんですよ。すごい番組名めっちゃ間違えてましたし。はい、ね、大阪メンバー、新しくメンバーも出て、あ、そうですね、まさひろくんね、うん、今日もお待ちしてます。新メンバーお待ちしております。いつでもいつまでも新人のね枠になっちゃって。
とですね、僕ら東京スタックパーティーショー6月に公演を行います。その名も海へモンスター、6月の25日13時、15時半、18時、26日は12時半、15時、17時半となっております。3回ですね。そうです、そうです、はい、で今回さらに珍しいのが、はいはい、3人芝居でダブルキャストと、ね、初の試みです。楽しみですね。ぜひなんかいろんな回を見に来ていただけると、2回でも、2回でも、はい、3回でも、4回でも、5回でも、6回でもぜひとも見てください。欲張りすぎかも。あ、アーカイブ配信の方が今回ありますので、そちらも合わせて、まあ、遠方の方とか見に来られ、ね、足を運べない方はそちらで楽しんでいただけると。はい、ですね、私事で申し訳ないんですが、はい、何ですか。ですね、私お友達がいなくてですね。そうっすね、そうっすね。本当にお友達がいるよ、すごいね、はい、ね、2人に教わって、うん、ツイッター、ね、始めますけど、ツイッターね、じわじわなんですけど、まだまだお友達が少なくてですね、はい、ぜひ今回のね、この予約を機にぜひ僕とつながってない方も、知ってる方も知らない方も、DM をというんですか、はい、DM を特にいただいて、ひろきさんの、表で予約をしたいということで、はい、そうですね、DM をもらえれば、はい、ぜひぜひ、私いろいろとノルマがあるものでお願いします。はい、ということで、海へモンスター6月25日と6月26日の6回公演でお送りしますので、ぜひともお楽しみください。はい、本日のスタックプチパーティーここまでとなります。また次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。スタックパーティーショーでは随時新人メンバーを募集しております。興味のある方はスタバ公式 Twitter アカウントからご連絡ください。今後も YouTube にて新しい動画をお届けしたいと思いますので、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。